中でか盗塁しちゃうんだ。これは買いそうだな。さあ、ってことで、さあ無事やってきました。うがたですけどね。さあ、どうしようかなと思ったんですけど、今あれですね、ちらっともう見えてしまいましたね。なるほどなるほど。いや、うがた駅ね。そう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 。まあ名前は聞いたことある方も多いかなと思うんですけど、案外ね、来ることがない駅といえば来ることがない駅ではあるんですよね。ただまあ一応島地方ではね、乗降客数で言ったら賢島より多いのかな。賢島の方がさすがに多いのかな。まああの町としては結構、島地方の中ではその町の規模としては、ね、人口とかっていうところで言うとこっちの方も多いはずなんですよ。凄まじい勢いでやってきますね。そこの時間何かもしておいて、芝風が一気にどんどんどんとやってくるんですよね。で、今のが今のが13時ですよ。17分あ、じゃあ39分で、ちょっとこれ42分の島風がやってくるんですね。すごいですね。結構レア編成のはずなのにも、あ、先にあれか、22分のやつがやってきて、いや、すごいですね。湯水のように島風が現れますよね。結構うがたで降りるって思うんですね。まあそうね、うがたはね、島スペイン村がね有名ですよね。まあ 5.7 キロなんでちょっと、歩いていくには大変ですけど、島に飛びるのが近いけど、まあここからねその連絡バスとかも出とってっていうことだね。多分島風に合わせてねそういったのも出てるはずですから、多分今からねもう出てくるバスがあるのかなって感じですけど、なるほどな。これはちょっと今はねもう1時前ですからね、12時半回ってますからね、これはちょっとさすがに全部まだ無理やろ。10キロ超えが3つもあるもんな。であの時崎の灯台でも9キロあるもんな。さすがに遠いよな。展望台がね多分取るのにはいい感じなんでしょうけど、眠るすこっから眠るすってないと無理に聞かせんじゃん。どうしような、行けるとこだけ行きましょう。完全制覇やめましょう。うん、アゴアリーナは近いから行けそうやな。アゴアリーナと横山の展望台ぐらいなら行けるか。この辺り行ってみようか。アゴアリーナと横山展望台ね。よし、そう大宝崎の灯台はねもうここからあの10キロってなってますけど、結構あのグレグレ行かないといけないはずなんで、バスがあったら行けるけどなっていうところですね。行ったことあるんですよね。あの車で行ったことはありますけどね。うん、いいところなんですよね。そうそうそう。確かに歩いていく場所で、あの、道もね、あの、舗装そんなちゃんとしてなかったはずですからね。山道みたいなところ歩かないといけなくなるんで、ちょっと危ないんでね。よし、横山展望台やったら行けるでしょ。横山展望台とアゴアリーナ行ってみよう。よし。さあ。ってことで改札出てきましたけどね、広いし綺麗な駅なんですよね。こんな感じでずらーっとあってて、ファミリーマートも入っとるし、ATM もあって、で、アガフも売ってますしね、バッチリですね。まあ、予定ではね、まだちょっとね、この後ここだったりやってきますんでね、どこかではね、もともと赤服の企画でしたからね、赤服は買っていきたいなと思うんですけど、こっからだと、四日市はいくらになるんや340か。そっかいね。大人の事情でね、1ゾーンで収めないといけないんだよな。あ、大丈夫だ。宇治山田までなら1ゾーンで行けるんだ。なるほど、なるほど、なるほど。よし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 。
は、まあ、おいおいの動画でそのあたりの説明をしていくと思いますけどね。まあ、こんな感じで、こうした時にはもうね、端子島の一つ手前ね、島神明で、今ね、調べておったら、あれなんですね。なんて言ったらいいのかな。今調べてて分かったんですけど、あの横山展望台はね、相当遠そうですね。ちょっとしんどいなっていう距離みたいなことでございますんで、駅間散歩の方に変えましょう。島神明まで歩きましょう。だったらね、楽じゃねえ、ちょうどあの島アリーナはね、その途中にあるような感じになりますんで、それならね、メジャーナも1個も見てね、最低限文化的な名所案内ができるんじゃねえかと。いや、あの観光案内聞くのが一番手っ取り早いと思いますんでね、ぜひね、使ってもらったらいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、まあ、普通は千葉スペイン村行けってね、いうところなんですけどね。まあまあまあ、おっさん一人で行ってもしゃあないところがありますからね。よし、まあ、こんな感じ。結構各方面に出てるんで、まあ、かなりターミナル感はありますよね。伊勢市の駅前まで行くね、バスなんかもあるんですね。こんな感じで、磯辺のねバスセンター、まあ、この辺りとかね、島病院、アボアリーナ経由もね一応あるみたいですけど、こんな感じで走ってますよということなんでね、まあ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 いろんなところに行けますよね。でとりあえず南の方に行けばいいみたいですからね。まあ一つね、このあの地崎のね、灯台とかね、あっちの方とかもね、行っちゃいいんですけどね。まあちょっとね、行くとちょっと帰ってこれなさそうなんでね。まああんな台とかね、あの乗っ取ったところはまた車でね、ちょっとぐるっと回ってみようかなという予定で行きましょう。とりあえず、島神明ですかね、歩いていきましょうか。まあ、こんな感じでバスの切符売り場もあるんですね。これは何？あ、島スペイン村行きのもバスの乗車券なんかもあるんだ。390円なんだ。で、マージャン使ってたら、バスもね、乗り放題ですからね、全然使えますよっていう。まあ、そう考えると、やっぱ観光には、どっか一人だけあって、かゆいとこにちゃんと手が届く感じになってますよね。さあ、で、あ、こっちにはこっちで、なんかいろいろあるんだ。結構、ね、宇和田の駅前はまあまあいろいろあるんですよね。ビジネスホテルなんかもありますしね。タクシーは金卓と、ワイリタクシーさん、あ、そうか、こっちもご当地ナンバーができて伊勢島ナンバーになりましたもんね。で、あ、ちょっと食べるところとかね、いろいろあるんだ。なるほど。私ちょっと来る途中で食べちゃいましたからね。焼き以外の店や唐揚げ屋さんとかね。あ、2階もあるんだ。ステーキ屋さん、もう機械が肉食ったの。いろいろあるんだな。ハラミで1600円。今悪くない値段やね。あ、お昼のランチセットとかやってるし、上もあるんだね。確かにいい感じじゃないですか。特に、食事どころとかもあるんや。10時からやってんだ、いいな。
な感じで、まあレストラン街みたいな感じで作ってあるのかな。へえ、なるほどね。とりあえず行っとった、シマアリーナの方、アゴアリーナやったっけ、あっちの方に向かってきましょうか。一応南の方に行けばいいみたいよ。